皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。キャベツということで、今日は久しぶりの漬けシリーズということで、旬のキャベツをたっぷり使って塩もみして調味料につけるだけで簡単美味しいやみつき漬けキャベツを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料はキャベツ4分の1個 250g、 人参4分の1本 50g、 きゅうり1本 100g、その他細かい調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。キャベツ4分の1個 250g の芯を落とし、一口大の食べやすい大きさにざく切りします。人参4分の1本 50g の皮を剥いて千切りします。きゅうり1本 100g は包丁の背でイボを落とし、薄く輪切りします。野菜を切ったらポリ袋に入れて、塩小さじ2分の1を入れ、袋の口を閉じて野菜がしんなりするまで揉み込みます。はい、では塩が全体に行き渡り、野菜がしんなりしてきたら空気を抜いて袋の口を閉じ、15分ほど置いておきます。はい、では今15分ほど置いて、野菜がよりしんなりし水分が出てきたので、手で握って水気をしっかりと絞り、ボウルに入れます。はい、では水気を絞り終えたので、塩昆布 10g、 酢小さじ2、ごま油小さじ2、砂糖小さじ1、いりごま大さじ1を入れ混ぜ合わせます。最後味を見て薄く感じる場合はお塩で味整えてください。はい、では全体よく混ぜ合わせたら、急ぎの場合はすぐ食べていただいてもいいですし、ちょっとこう置いておいて全体の味なじませるとより美味しく食べられるので、5分ほど置いて漬け込んで食べてみてください。で、今回の分量で結構たっぷりあるので、保存容器に入れて3日ほど目安に食材が悪くなる前に食べきってみてください。はい、ではこんな感じで旬のキャベツで簡単美味しい漬けキャベツの完成です。はい、では出来上がったので、今日は漬けキャベツを使って岐阜飛騨の郷土料理風漬けキャベツステーキを作っていきます。ではフライパンに油を少量引いて中火で熱していきます。ではフライパンと油が温まったら、漬けキャベツ 100g を入れ、さっと炒めます。では炒めて温まってきたら、食材を中央に寄せ、周りに溶き卵1個を流し入れます。では卵を流し入れたら、火が通るまで加熱していきます。はい、では卵に火が通ったらお皿に取り出します。ではお皿に取り出したら、上にたっぷりカツオの削り節を散らします。 OK。 はい、ではこんな感じで塩もみして漬けるだけ、旬のキャベツをたっぷり使った漬けキャベツと漬けキャベツステーキの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は旬のキャベツをたっぷり使って塩もみして漬けるだけで簡単に美味しく作れるやみつき漬けキャベツを作ってみました。それでは本日はノンアル気分梅酒サワーで乾杯。乾杯。休館日。じゃあ早速いただきましょう。最近キャベツが旬でキャベツレシピたくさんやってるんですけど、久しぶりのこの漬けシリーズということで、塩もみして漬けるだけで簡単に美味しく作れる漬けキャベツを作ってみました。じゃあもうこのままで美味しく食べられるので、まずそのままいただきます。じゃあいただきます。
漬けうま、めっちゃいい味。うん、たっぷりの野菜を塩もみして、あとは調味料につけるだけで簡単に作れて、シャキシャキと食感がしっかりあるたっぷりの野菜がとても美味しいです。で、漬けると言っても最後少し味が馴染む程度、あと5分くらい置いておけば全体にしっかりと味が馴染み、とても美味しく食べられます。4分の1個分たっぷりキャベツを使って、キャベツのシャキシャキっとした食感が美味しく、そこにプラス人参とキュウリを入れることによって、この人参のオレンジとキュウリで彩りもよく、キュウリのポリッポリッとした食感が加わり、とても美味しく仕上がります。なんかほんとキャベツはシャキシャキしてるんですけど、キュウリはポリポリしていて、この食感の違いがアクセントになり、とても美味しく仕上がります。味付けは塩もみした際の塩気プラスごま油の旨味と塩昆布の旨味、塩気を足すことによって、ほんとこう箸が止まらなくなる、やみつきになるような美味しさです。で、少量酢と砂糖を入れることによって、ほんのりこの酢の爽やかな風味がとても食べやすいです。で、今回こんな感じで結構たっぷり作れるんですけど、少しこうお酢や砂糖を加えることによって日持ちもしやすくなります。3日ほどを目安に冷蔵保存して食材が悪くなる前に食べきってみてください。塩もみする際もポリ袋を使うことによって全体に塩が行き渡りやすく、食材も旬のキャベツを使いつつ、お手軽な食材で安価に美味しく作れます。ではこの漬物ステーキ風漬けキャベツステーキもいただきます。ちょっとこうね、卵で味薄くなっているのと、結構ねカツオたっぷりかけているので、お醤油などお好みの調味料かけて食べてみてください。うちはねこのオリジナル調味料かけていただきます。めちゃくちゃ美味しい。じゃあ、ちょっかりあの、炊きたての米も用意したのでいただきます。うん。ごま油や昆布の旨味で、ほんとそのままで食べても美味しく食べられますし、しっかり味があるので、おつまみやご飯と合わせても美味しく食べられます。で、岐阜県では、あの、飛騨地方にお漬物を鉄板とかで焼いた漬物ステーキっていう郷土料理があるんですけど、まあ、そんな感じで、こうやって卵と合わせて焼いてもとても美味しく食べられます。なんかごま油とかが入ってて結構風味があるので、食材と合わせて炒めても美味しく食べられ、ほんとこのね、漬物ステーキは上にこうね、たっぷりカツオの削り節をかけて食べると、この卵と漬物、削り節がよくあってとても美味しく食べられます。なんかほんと野菜だけなんですけど、この漬けキャベツとご飯、あとね、汁物があったら満足できるくらい、味もしっかりあって、ご飯とも相性抜群のレシピになってます。うん。はーい。ということで今日は、塩もみして作るだけで簡単、美味しい、漬けキャベツを作ってみた動画でした。たっぷりの野菜に塩昆布の旨味とごま油の風味が、箸が止まらなくなる、とても美味しいレシピになってます。調理工程もすごく簡単ですし、旬のキャベツをたっぷり美味しく食べられるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方は、グッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、漬けキャベー。安定の作り置けない。